アストロズとの最初の試合で、ドジャースの内野手、フレディ・フリーマンが予期せぬ理由でチームを急遽離れた。彼はアストロズ戦で3番1塁でプレーする予定だった。しかし、彼は家族の元に戻るために、ロサンゼルスに帰ることを決めた。彼の妻チェルシーは、インスタグラムで、彼らの息子マックスが一過性活膜炎にかかり、正常に食べたり歩いたりできないと公表した。 この状態はフリーマンが7月16日に参加したオールスター戦からテキサスから帰ってきた後に始まった。チェルシーはマックスは薬を飲むのが上手ですが今回は薬用意に止めることができず吐き続けていますと共有した。マックスはテキサスから帰国後に一過性滑膜炎と診断された。一過性滑膜炎は子供に一時的な関節炎を引き起こす病気で通常は痛みと移動の困難を引き起こす。 マックスは食事も移動もできず、その状態が家族全体を心配させている。一過性滑膜炎は子供に頻繁に影響を与える病気だ。これは子供の股関節の痛みの最も一般的な原因であり、3歳から10歳の子供の2から3%に影響を与え、主に男の子に影響を与える。男女比は4時3分。 一過性滑膜炎にかかる子供は、通常、股関節に痛みがあり、時には、大腿部や膝に痛みが広がることがある。一過性滑膜炎は通常、特別な治療なしで、自然に治る。治療は、主に休息と、痛みと炎症を和らげるための、ヒステロイド系抗炎症薬が使われる。この病気は、通常1から2週間で治るため、休息が必要だ。しかし、子供が快適に過ごせるようにするためには、医療のケアと、サポートが依然として必要だ。 予後は良好で100%の子供が回復する。症状が10日以上続く場合は他の病気を考慮する必要がある。症状は再発する可能性があるが、通常は初回よりも軽く短期間で治る。一過性滑膜炎は深刻な病気とはみなされていないが、それでも子供と家族にとって病気の間に多くの困難を引き起こす可能性がある。痛みと移動の困難を抱える子供は日常生活で困難に直面することがある。 息子の深刻な状態に直面して、フレディ・フリーマンはチームを離れて、ロサンゼルスの自宅に戻り、息子の世話をすることを決めた。この決定は、ドジャースが重要な試合で、彼の存在を必要としている中でなされた。フリーマンは非常に心配しているに違いないが、チームは今後1から2週間、他のメンバーと共に、この期間を乗り越えなければならない。フリーマンにとって、家族は常に最優先事項だ。フリーマンがマックスと一緒に病院にいる写真も、 ソーシャルメディアで共有されているフリーマンの不在によりドジャースのラインアップが変更されたティー・ヘルナンデスは4番から3番にパフェスは5番から4番に移動した2類でプレーする予定だったビジオは1類にラックスは9番2類に移動したドジャースは左手の骨折で長期離脱中のムーキーベッツの不在にも直面しているチームの MVP トリオの中でこの試合に出場するのは1番 DH の大谷だけだ ロバース監督は、フリーマンがチームに戻る時期はまだ不明だと述べた。彼は、チェルシーが何かを投稿し、それを見て、フリーマンが帰宅することを決めたと共有した。彼は自宅にいる必要があると感じた。ここ数日、フレディの心は、完全にはここになかった。彼は、チームのそばにいようとしながら、同時に家族のそばにもいたいと思っていた。私たちは皆、マックスの早い回復を祈り、彼の家族の無事を願っている。 家族を優先することは MLB に限らず海外のスポーツの素晴らしい面の一つだと思います。アメリカの文化では家族を最優先することは当然のことであり、これは特に家族を非常に愛するフリーマンに当てはまります。フレディは10歳の時に母親を病気で亡くしているため、病気や感染症に対して非常に敏感です。ロバース監督が言ったように彼は家に帰るべきだ。そのように理解し、言ってくれるオーナーがいることに感謝しています。 私は、チャーリー以外に、彼にもう二人の息子がいることを知りませんでした。これは、彼にとっても、必要な休息の機会かもしれません。他の選手たちは、フリーマンの不在を補うために、全力を尽くすでしょう。しかし、この重要な試合で、フリーマンがいないことは、大きな損失です。アストロズは、非常に強く、さらに試合は、バルデスが登板する敵地で行われます。しかし、ドジャースは多くの試練を乗り越え、良好な成績を維持してきました。 チームの精神的な支柱を失うことは確実に大きな損失です。フレジ・フリーマンは本当に影響力のあるリーダーであり、信頼できる選手です。彼はドジャースにとって欠かせない存在です。今年で35歳になりましたが、常に先発メンバーとしてチームを幾度も救ってきました。しかし今回は彼はマックスのそばにいる必要があります。マックスが早く回復することを祈っています。 そして8月にムーキーベッツが戻ってきたら MVP トリオは再び活躍するでしょう。フリーマンは確かに多くの精神的なプレッシャーを抱えていますが、これは彼が休息し自己管理する良い機会です。休むことなく過ごしてきたので、フリーマンは数日間休息する必要があります。最近彼の打率が低下しているのは疲れのせいかもしれません。彼がアストロズ戦に出場しないのは損失ですが、シーズンはまだ長いです。彼が十分な休息を取り、 打率3割で戻ってくることを期待しています。昨日、彼は一塁で見事なプレーを見せ、ボールに当たっても動じず、チームの勝利を守りました。彼は強靭な選手であるため、怪我を避け、最高の状態で戻ってくることを期待しています。昨日、フリーマンはほとんど眠らず、日中の暑い試合でプレーしているのを見ました。彼が大丈夫かどうか心配でした。遠征中は、子供の世話ができず、妻もきっと心配しているでしょう。フリーマンが家に帰る決断をしたのは、 正しいと思います。彼も精神的および肉体的な健康を維持する必要があります。フリーマンは確かに責任感のある人なので、決断する前に多くのことを考えたはずです。それでも彼がチームにいないことは多くの深刻な損失を引き起こします。7月24日のサンフランシスコジャイアンツとの試合でフリーマンは素晴らしいプレーを見せました。ドジャースは3対8で敗れましたが、フリーマンは技術的な打撃で安定したパフォーマンスを見せました。 彼は1得点を記録し2本のヒット、そのうち1本は6回のダブルを打ち、ドジャースがジャイアンツとの差を縮めるのに貢献しました。テキサスレンジャーズとの一連の試合でフリーマンはその実力を再び証明しました。7月21日、彼は3得点を記録し、4回のホームランを含む4本のヒットを打ちました。この試合でドジャースはレンジャーズに8対4で勝利し、フリーマンは試合の MVP に選ばれました。7月22日、 フリーマンは2本のヒットと2得点で印象的なパフォーマンスを続けました。彼は7回に重要な救援プレーを行い、ドジャースがレンジャーズに5対3で勝利するのを助けました。ニューヨークメッツとの一連の試合でも、フリーマンは素晴らしいプレーを見せました。7月17日、彼は2得点を記録し、3本のヒットを打ち、ドジャースの6-4の勝利に大きく貢献しました。 7月18日、フリーマンは5回のホームランで得点し、チームをメッツの前にリードさせました。この試合で、ドジャースは7対5で勝利しました。最近の試合で、フリーマンは優れた投手だけでなく、強力なバッターでもあることを証明しました。彼の打率、バッティングアベレージは常に300以上を維持しており、毎回の打席での安定性と効果を示しています。得点に貢献するだけでなく、フリーマンは1塁での重要な救援プレーも見せています。 彼の守備能力はドジャースが多くの緊迫した試合を守るのに役立っています。彼はその戦闘精神とプロフェッショナリズムに対してコーチやチームメイトから多くの賞賛を受けています。ロバーツ監督はフリーマンの守備能力は本当に印象的です。彼は自分のエリアをしっかり守るだけでなくチームメイトを支えるクラスのプレーも見せますと述べています。優れた個人技に加えてフリーマンはチームの精神的なリーダーでもあります。彼は常に戦う精神と プロフェッショナリズムでチームメイトにインスピレーションを与えています。ロバース監督はフレディは優れた選手であるだけでなく本当のリーダーです。彼は常にチームメイトを励まし特に困難な時期においてもそうですと述べています。感情豊かでチームメイトを気遣う彼がなぜ家族を大切にするのか理解しやすいです。フリーマンにとって家族は何よりも重要です。マックスの健康状態はフリーマン家族に多くの困難をもたらしました。 しかし、家族とコミュニティの愛と支援により、MAX が早く回復することを願っています。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。